ヒーハー。はい、それでは左回復していきます。さっきレジェンド1枚出ましたね。ジョギーとジョギーという結構強いレジェンドが、はい、第5号。てかこれ強いですね。テックダウンのなんちゃらシールドというかテックダウンの破壊棒。バトルゾーンにある相手のコスト5以下の全て持ち主の手札に戻してコスト6以上のだけ1体破壊する。いずれか1つ選ぶ。シールドトリガー持ちですか。はい、ドドンギャス。なんか破壊系多いっすね。ちょっと2ボックスあるんで、カツキングジュニア。このクリーチャーバトルゾーンに立った時はアタックするとき自分の山札の上から1枚目を表向きに自分のまま新しいシードとして自分のシードゾーンに置く。その後このクリーチャー相手シード1つブレイクする。スーパー出ましたね、カツキング。ヘル、はい、大五郎。ジャスティスの誓い、プラチナワルスライス、レインボーライフ、レインボースパイル。レインボー系多いな。ガスレイ強いですね。バトルゾーンでとかカード1枚引けて、ガスレイなんかスレイヤー持ってるんで、はい、クリア派です。マナブ奏法で相手のクリーチャーバトルゾーンに出たとき、またバトルゾーンを離れたとき、自分の山札、自分のマナーゾーンに多色カード4枚以上あればカード1枚引いてます。天変地異ダブル。宇宙一のカレーパン。はい、ラストパック。レジェンド1枚しか入ってなかったですね。テラネスク。このクリーチャーバトルゾーンにいたとき自分の山札の上から3枚表向きにする。その中から好きな数のクリーチャーを選んで手札に加え残りをタップしてマナゾーンに置く。はい、いいですね。なんかこのレジェンド超強かったっすね。ジョリーザジョニーっていうやつ。スピードアタッカー持ってますからね。で、クワトルブレイカーですから、普通にこれだけでも強い。パワーも1万9000で強力で、このクリーチャーが召喚によってバトルゾーンに出たとき、バトルゾーンに相手のクリーチャーがなければ自分はゲームに勝つっていう10マナですよ、これ。他のクリ、で、バトルゾーンに相手のクリーチャーがあれば、他のクリーチャー全て破壊するですか。結構出しやすいと思うんですけど、相手いなかったら終わったですよ。終わったです、終わった。はい、
まあ、今回スーパーレアが3枚ぐらい入ってたんで結構スーパーが出やすいっていう印象ですかね。あれ、うん、次、Amazon で買った2ボックス目を開封します。じゃあご視聴ありがとうございました。ではへ